さ、入ったそうじゃない。これですね。なるほど。うん、ブラウド、そっちは任せる。来た来た、まだいい、セイブロス。はーい、オッケー。うわっ、うん、あ、かっこいい、クラウド、マジでかっこいい。モンスターすごいな、なんか怪物みたいな。いやー、戦う、うおっと、うちのセフィロス弱い。お、トツ、トツが、おー、タトカン、おー、どっちどっち。ベルチャータス、うぃー。あ、かっこいいね。マサムネ、マサムネだよね。セフィロス。デン。セフィロスの強さは別格だった。な、強かったな。うん、憧れちゃう強さだよね。わかるよ。あ、うわー、久しぶりだ。ニブルヘイムといや、世界初の魔航路があると。盛り上げちゃう自分の。な。うん、5年前の9月、バレットティファ様子がおかしいって、何が起きてるかわからない人のために、見たことのなかったアキロゼのアーカイブを紹介する。 FF7 リメイクを1話から見るのだ。それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが、かわいい、綺麗、俺たちだった。バレットも結構いいよな。ニブルヘイム、ここはクラウドのね、故郷ですね。まあ、ここが、うん、まあ、物語を大きく揺るがす土地。久しぶりの ここでいろいろがあったっていうやつ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。これもね、なんかちょっと思うとね、キュンとするセリフだよね。母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は、ちょっと待て、おジェノバって死んだビルのあれか。ああ、でも、え、なんだ、なんか、あれ、これって映像見てるのか、過去シーンを。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。セフィロス、セフィロス、もっと笑ってくれ、セフィロス。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。村長、しかしなんと、まあ、英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。村長の洋服の質感すごいな。なんか革の質感がすごい。日暮れまで好きに過ごすといい。ただのいいやつなんだよな、セフィロス。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。はあ、悲しいな。はーい、クラウドママ。うわ、めっちゃ美人。うそ、クラウドなの。え、ただいま。あ、うわ、表情いいね。どれどれ、え、晴れ姿よく見せておくれ。めっちゃちょっと照れ隠しみたいな。惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい。いいな。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。どうなの、クラウド。ちゃんとした恋人がいれば、母さん少しは安心できるってもんだ。
俺は大丈夫だよ。あんたにはね、そういう風にやっぱ会話するんだ。ちょっとお姉さんね、あんたをぐいぐい引っ張っていく。そんな子がぴったりだと思うんだけどね。はいはいはい、ありましたな。ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド。この時は思ってないんだよ、これが最後になるなって。いつだってあんたの。もうやめよう。すっきん。ここがティファの家か。写真見れないか。次。私の部屋も？ああ、普通になーって言ってお邪魔しますと。うわあ、クポやん。クポ縫いあるし。女の子の部屋って感じ。ふむふむふむ。こちらはまあ調べないといけないからね。クラウド、それ本当？いや冗談、その冗談に決まってますやん、そんな、うん、ねえ、そんな見るわけが。変わったぜ、クラウド。楽、ピアノ弾いたの？楽譜持ってないから弾けないな、今は。いや、弾かなかった。楽譜をゲットしたら弾くか。いやでも、みんなも見たいよね、これ。見たいよね、みんな。あきらちゃんも見たいけど、自分で買ってみてくださいって、それは。これは十分で見てくださいよ。次。上か。いやまあやはり上か。あの時は気づかなかったけど、今になって思えば、村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。綺麗だ。何を見ている？この風景。え？やばい。俺は知ってるような気がする。やばい。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。はあ。おやすみ。うわぁ、いいな、セフィロスのお休み。その夜は、なかなか眠れなかった。緊張と不安と、興奮。実は、私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。あの時は栗山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。クラウドはさ、ティファがティファに見つかんないようにしてたんだっけ。ガイドが来たら出発だ。なんかちょっと了解。いろんな記憶がちょっと混濁してるわ。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。ティファ。いたいた。こティファのこの。この話はもうおしまい。これは可愛いよ。ティファ。こんなはちょっとどう見ても。ティファ。ティファがガイドなのか。どういうこと。可愛い。ドエッチすぎるよね。私のことですよね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。すでにここがだって。ああ。ああ。
セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔立ててくれよ。待てよ、待てよ、待てよ。あそこ。ありがとう。取ります。ずいぶん楽しそうじゃねえ。もう一枚。いろいろと不思議な点がやっぱりある中で進んでいっているな。マコールはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。どうなっていくのかすごい楽しみ。好き。若いから明るいのさ。いや、それだけかな、本当に。果たして。モンスターす、モンスターすっごい。最近は村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。おー。よし、任せよ。なんかチャイチャイしてる、チャイチャイ。おいー。はい。くぜ。油断したな。かっこいいね。よし、一気に叩き込む。すごい。まあな。爽快感のあるアクション感。お前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。セフィロス、休んでなよ。そうさせてもらおう。一応なんかね、ゲームモードはピーチ、ノーマル、ハードとあるんですけど、今日はもう時間が時間なんで、なるべく早めに行けるようにイージーにしてみました。あとアクションもなんかね、いろんなコマンドを入れて戦闘システムを結構楽しみたいっていう人向けと、なんかアクションほら、ぼーっとしないで。割とこう簡易的に攻撃ができるモードとかね、いろいろある。スッキン。いっぱい来た。でもなんか戦闘も割とかっこいいんじゃない。それは楽しい、爽快感、気持ちいい。よくやったわ。ありがとう。うわー、なんか匂わせてきてない？あ、ガード済ませた。アビリティラピッドチェーン、かっこいい。ラピッドチェーン、めっちゃ一気に叩き込む。いた。ガードが苦手です。はい、よいしょー、気持ちいい。なんか強くなった気分だ。走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。若いクラウド。あ。任せる。スクッとしとる。そんじゃ上で合流な。スクッとしてるんよね。やっぱ徐々にどんどん匂わせてきてるとこあるな。次。あ。雨。行こう。やだな。ここでの雨は。ドキドキするよ。ここ緊張しちゃうんだ。一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。かわいい。すごいよね、これ。だいぶ原始的。
一気に全員で走ったらすごい動かなんない？あっ、おっと、いやー、そんなバナナー、そんなことって、ティファ、大丈夫か？そんな、いやもうダメじゃん。おい、セビロス。あうわー、一発で勝ち。みんな落下。わー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 。確かにセフィロス判断が早いよね。あ、もう一人が。あー、そんなー、うわー、一人助けられなかったなんて。一般兵が、期待しよう。案内はできるか？はい、川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか？こんな時でも任務はあるんだ。ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。ここで一人で返す方が危なすぎるもん。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて、さあ、セフィロス、メンバーに加わった。スキン、おろい、受けてみろ。見せ場だ。俺の手番。セフィロス、離れている。その程度。面白い。ちょん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 切り替えて。見頼んだ。一人で十分だ。俺の手番。おいいね、いいね、いいね。なんかかっこいい感じに決まった。